主要な十一の惑星記号惑星記号は太陽系の惑星を表す記号である。一部、歴史的に惑星とされたことがある天体や天文学では惑星とされたことのない天体にもある。古くから、先星術、タロットなどでも使われている記号。天皇星、冥王星など複数記号が存在するものもある。ユニコードなどにより、 コンピュータ上でも大半の惑星記号が利用できる。火星、金星の記号はオスメスを表す記号としても使われる。太陽系の八惑星と歴史上惑星とされた時代が長かった太陽、かつ冥王星の記号を示す。先生術では地球以外が十大天体とされる。冥王星以外の純惑星、小天体、先生術で惑星と同様に扱われる。 先制点の記号を示す。惑星記号は古代ギリシャ時代にも使われたが、現在のものとは違った。現在の形になったのはルネサンス期である。地動説により地球が惑星となると地球の記号が追加された。1781年の天皇制を講師として新惑星が次々と発見されると、それらのための新しい惑星記号が考え出された。 発見当時は惑星とされたが、現在は惑星とされていない最初のいくつかの小惑星と冥王星にも記号がある。また、キロンとエリスは、天文学上は惑星とされたことはないが、先世術では惑星と同様の意義があると考えるものがいるため記号が与えられている。1801年からの数年間に4つの小惑星が発見され、 当初はそれぞれに記号が考え出されたが、数が増えすぎたため、1851年円家が、一応、第5番小惑星アストラヤから第15番小惑星エウノミアまでの記号とすることを提案した。1852年に円家は、現在の小惑星番号と同じ語を使うよう、修正し、1864年までには、最初の4つの小惑星にも一応使うようになった。 惑星記号が使われたホロスコープ惑星の記号として広く使われている。ただし、先生術では地球記号は使われない。具体的には以下のような用法がある。天文学でもかつては広く使われたが、現在ではほとんど使われず、惑星を簡潔に表すには英語名の頭文字を使うことが多い。国際天文学連合が定める衛星や、艦の仮符号では、 八惑星が HVEMJSUN で表される。水星は火星と頭文字が同一であるため、ヘルメスの頭文字が使われる。八惑星以外は小惑星番号で囲んで示す。冥王星はとなるが、惑星だった時代には P が割り当てられていた。太陽と地球の記号は若干使われ、太陽質量 M、太陽半径 R、地球質量 M などに使われる。 7惑星の記号は、それらの惑星の名の元となったギリシャ神やローマ神も意味する。ドルトンの記号7惑星の記号は、近世初期近代の錬金術や科学で元素記号として使われ、様々な記号が追加された。しかし19世紀になると、ドルトンによる記号や、現代的ならテン文字1から2文字からなる元素記号にとって変わられた。1753年にはリンネが、 生物の性を表す記号として、を採用した。有志を表すとは現在でもよく使われる。ユニコードには、8惑星、太陽、月、冥王星四4大小惑星などの記号が収録されている。ほとんどは、BMP のミスレイニアスシンブルズに収録されているが、ただし、小惑星などいくつかの記号は2008年のユニコード5.1で、 錬金術の記号は2010年のユニコード6.0で拡充されており、サポートする本とはまだ稀である。U プラス2295と U プラス2299は地球記号、太陽記号に似ているが、数学記号の名を数と直積である。GISX0208 には火星と金星の記号が収録されている。ありがとうございます。